君の,の音直接届くモーソルのプライムですさあ続きをやっていきましょうすごいずっとブー吹いてる <laughs> はい非通知もしもしえいたずら電話だろうか電話に出ると荒い気遣いが聞こえてきた <laughs> 聞き取りにくいかすれた声だったなんか言ってるよねあのー、どなたですか なんだっけん何々に近づくなみたいなこと言ってるなんだこの音で。今回ももし同じ話の流れがあったらね、飛ばしていくんで、ご認識ください。君が悪いので電話を切ろうとした時だった。まなびに近づくな。かずれた声は男とも女ともつかなかったも。もう女っぽいけどな。 いくらいたずら電話だといえども薄気味悪い死にとどまる何が言いたいんだちょっとうさんくさいなそう言うと電話はプツリと切れたいたずら電話にしては度が過ぎているだいたいなぜ僕の学びへの思いを知っているんだそのことはサークルのメンバーだって知らないはずだ携帯電話を握りしめながら 背筋に冷たたいもののが走るのを感じたしかしこのまま考え込んでいても何にもならない無理やりにでも頭を切り替えることにした適当にテーブルの上をあさるとアーモンドコを見つけてやめろやめてくれ口に放り込んだらわあ口の中に苦い味が広がる急いで物質の流しで口をゆすいた一体どうして 僕の下がおかしくなってしまったのだろうかそれとも誰かのいたずらなのだろうかチョコレートの隅を手に取ったどこにでも売っているようなチョコレートだったさすがにもう一つ試してみる気にはならないあれ僕はチョコレートを持っている手の異変に気づいたうい出ましたね爪が黒くなっていますよ あれ、マサトその声に反応するようにマサトは僕の方を向いた。あれ、こんなシーンあったっけねゆっくりと口が動いた。唇の動きで喋っている言葉が上がった。助っけって。視線が僕にすがる。それは命乞いだ。人の尊厳も何もかもして生き延びることを孔明だ。あ、一応これ飛ばしてるかもしれないん、ね、で、あの。 あれです映画見に来て寝てるときのやつですね叩き殺される犬の目だ僕は見てはならぬものを見ているだが目をそらすことも閉じることもできないマストの目から最後の光が消えた僕からゆっくりと視線をそらす固まった血の色にも似た絶望が眼光の奥に宿るそれはもうすでに人ではなかったゆらゆらと揺れるたびに鎖がきしむ のの姿が湯気の中に消えた、えー、悲鳴が怒号が肺がんがひ塊の音となって部屋の中に響き当たるそれは地獄だその場にいることすら苦痛な地獄だマサトは塊の中へと放り込まれたやめろああ目の前に映し出されているのは退屈な映画の続きだった夢 うこ、ん、こら辺は一緒ですねうわびっくりしたえっ耳元で荒い息が聞こえた耳に生温かい息がかかるって僕の脇腹に何か硬いものが当たった後ろの席に誰かがいて座席の背もたれの隙間から何かを突きつけている声を出しててもも動い誰うなずけって動いたら死ぬんじゃないのか どうしていいかわからないわからない,からない何のことだそれって僕を殺すということかええ <laughs> ええ、素直に従う気になれず拒絶した B、疑うことなんかは当ててうなずいたし、寝ているふりをしてごまかした。いや、これちょっとね、うさんくさいんだよな。これは人間っぽいんだよな。わかんない、なんとなくだけど。一旦 A にしてみる素直に従う気にはなれず、拒絶した。まなみがそばにいるこの状況で、夜な、近づくなとはどういうことだ。<laughs> お父さんみたい。まさか僕のことをまなみの恋人だと思っているのか。ならば勘違いにも程がある。その時。 背後の奴はもしかしてストーカーじゃないかと思った。あり得るね。それならこいつには本気で刺す度胸なんかない。だって、まなみに正面から告白できない小心者なのだから。告白できないのは自分も同じだけれど、陰でこんなひ、卑怯な、ね、真似はしない。背後の奴を軽蔑するのと同時に気持ちが少し落ち着いてくる。僕は断固無視するつもりで映画認識を戻した。 おっと、僕が片思いをしているのを知っているのか。背後のやつはさらに、刃先を深く僕に突きつけた。刺さってはいないが、あともう少しで脇腹の肉にめり込むのが容易に想像できた。相手は恩気だ。それを悟った時んた相手に狂気を感じた。<laughs> 僕はうなずいた <laughs> えー、じゃあさすがにうなずくかうなずくはいち納得いきませんけど僕はうなずいたすると不意に背後から人の気配が消えたしかし脇腹にはまだ何かが突きつけられたままだ僕は体をこわばらし続けるしかなかったしばらくの間この状態が続いた僕は恐る恐る後ろの席を振り返ってみた そこには誰もいなかったそれじゃあ脇腹に当たっているのはおいなんだよこれって。慌てて腰を浮かしてみると椅子の間にボールペンが挟み込まれていた僕はただのボールペンに怯えていたのかバカにされたような気がして唇を噛んだひろきその言葉で気がついたまだ上映中ださっきの脅迫の緊張が解けた僕は思わず大きな声を出してしまったのだ 怒りを伴った周囲の視線は僕たちにそがれていた恥ずかしいでも誰だろうな映画館を出るなり僕はマナ美に謝ったごめんマナミ恥ずかしくて穴があったら入りたかったすると先を歩いていたマナ美が振り返った別に気にしてないけどだけど。 エミは小さなエミを浮かべている。ああ、エミじゃない、マナミ。ただ、うなだれるしかできなかった。物僕を励ますように、マナミが声をかける。自分で気持ちを明るくか。そんなことをマナミに言われるとは思わなかった。分かったそそううするよそれじゃあご飯でも食べて帰りましょう本当にマナミと出かけてよかった。彼女の顔を見ていると嫌な気分を忘れることができる。

しかし、1年前に死んだ人のことでいいことって何だろう何か思い出の品でも新しく出てきたのだろうかあ,あ、でもこれ初めてだな。聞いてしまったら後悔する。B、聞いても聞かなくても後悔する。まあ、それは確かに言えてる。B、聞いても聞かなくても後悔する。それだけは間違いなかった。京介のことでいいことって何だろう気になる。とても気になる。でも聞いたらきっと後悔する。 僕は久しぶりに彼への嫉妬の気持ちが湧き上がるに違いないでも聞かなくても後悔するすごく気になるからだい聞け聞けああどうすればいいのだろうか僕は無理に笑顔を保ちながら心の中で葛藤していたしまった愛美は聞いてほしかったのか僕はその一言によって我慢していた気持ちが崩壊した何があったの本を貸してもらったの

漫画しか読んでないように思われたくないえっとほらねダメだ出てこないどうやら墓穴を掘ってしまったようだおかげで肝心のことを聞き損ねてしまった強制から貸してもらったって一体いつのことなんだろうそうだなほらここマナミに連れてこられたのはしゃれたイタリアンレストランだったこれがね またあの厨房に香里さんがいるんでねそうここら辺は一緒ですねでもさこの店高いんじゃないいやでもおいしそうナミはさっさと店に入った香りが店内にいませんように <laughs> めっちゃいるんですかね落ち着いた内装でいい雰囲気客も入っていらっしゃいませ このの店ね雑誌で評判だったのようーんどうしたの別にいい雰囲気の店だなと思ってところでどうしてひろきくんはキャンプに行かなかったのなみが首をかしげながら聞いてきた僕はドキリとした素直に答えていいものかあこれも初めてだな A よしこの機会に気持ちを伝えよう B いやここはなんとかごまかさないと C。やっぱり正直には言えない。<laughs> まあ、香りには正直に言いましたがね。えー、あ、でもそっか、そこカットしてるかもしんないけどね。そう。すごいはっきり言ったんですよ。行きたくなかったからって <laughs>。うーん、そうだな。まあ、正直に。だ香りいるしな。C。やっぱり正直には言えない。<laughs> 香りとの差が出てしまった。 自分への質問をそらすように聞いた。マナミが僕の顔をじっと見つめてくる。テーブルランプに照らされた彼女はいつにも増して魅力的に映った吸い込まれるように本心が口からこぼれそうになる。こうなったらもうどうなってもいいえ。石川氏が自分の気持ちをぶつけてみよう。の参加したっ <laughs> 前回もこんな感じだったねそう,そうだね。 残念なような助かったようなそうでこのスープもはい来ました一緒ですね苦いおぞましい味だあでも確かあれだよねあの結局前回一周目に関してはこれまなみも苦い思いしてたんだっけ 互いに出たスープどっちにも入ってたと僕は意を決してスープを飲み込んだ <laughs> 映像が今更後悔しても後の祭りだったナミ、ま、と別れてアパートに帰ってきた結局焦げた味がしたのはスープだけでその後の料理は美味しかった このアパート怖いよなそんな怖いことあったらさこういうちょっと暗めのアパートだと怖いよね楽しかったが疲れた。 元で呼吸する音が聞こえる僕ではない僕の呼吸する音ではないわあ、これ怖いよな誰の呼吸する音なんだやだー後ろだ僕のすぐ後ろに誰かがいる誰だやだー 誰がいるんだすぐにでも確かめたいその一方で体が振り返るのを拒否していると呼吸音が急に聞こえなくなったあなたは誰なんだああ怖い今の声 <laughs> ああ怖い怖い怖い前回と一緒だけどちょっとやっぱ嫌だね部屋の電気をつけたまま頭から布団をかぶったわかるその気持ち 丸まって震えていると、不意に携帯電話が鳴った。いつもの着信音にさえ、僕は悲鳴を上げそうになった。布団の中から手だけを出して、携帯電話を取った。あ映画館で僕を脅迫した声だった。ああ、昼間の電話の声だと、ここで初めて気づいた。いい加減にしてくれ。お前。 これ誰なんだふふっ。あ <laughs> <laughs> って。僕を知っているのかふふう嘘, <laughs> 嘘それだけ言うと電話はプツリと切れた。あんな <laughs>、なんかしょぼいベビーサタンみたいな雰囲気の声になっちゃったのかな マミアキョウス介、一体どういうことなんだ非現実的な出来事の連続に思考が麻痺する。何も考えられない。僕は震える手で携帯の電源を切った。朝日が昇るまで眠ることができず、布団の中で怯えていた。アミとはまた別軸で動いてるんだよな。w ンズで。 水曜日僕は午前中の講義をサボって部室でテーブルに突っ伏していたあの女の声清介からの電話幽霊まさかそんなバカなとても講義に顔を出せるような心境ではなかったテーブルの上にはいつものようにいろいろな歌詞が置いてある空腹感はあるが歌詞に手を伸ばす気は起きない まだ焦げ臭い匂いいがあん焦げ臭い味がするかもしれないと思うと恐ろしくて何も口にできなくなっていたおや歌詞のほかに一冊のノートがテーブルの上に置いてあった手に取ってみると表紙には「キャンプ場利用者ノート」と書かれているみんなが行ったキャンプ場のもののようだ誰かが持ってきてしまったのだろうか何気なくノートを開いてみたたくさんの走り書きをぼんやりと目で追ってみる 新しい選択肢ですね。えー、っと、まあ、家族のね、愚痴を聞いたんですけど、家族の愚痴か、アスカが家族の愚痴を言ってたんですけど、彼の話を聞き流しながら僕は、まあ、こな中だったらマナミですよね。僕はマナミの手料理を思い浮かべた。マナミが作ってくれたものに、僕は美味しいよ以外の言葉を持てないだろう。たとえそれ、それが冷めてしまったお味噌汁であろうと。焦げて真っ黒になった焼き魚だろうと。 賞味期限が3ヶ月過ぎた卵で作ったゆで卵 <laughs> は考えるかもしれない嫌でもとにかくアスカは贅沢ものだ人の行為を無限にできるのだから話を切り上げるためにも物質から出ることにした薄い笑みを浮かべるアスカを残しさっさと物質を後にした 僕はあれこれ考えながら中庭を歩いていた。いろいろと嫌なことが僕の身の回りで起こっている。その中でもやはり気になるのはこれも新しい選択肢マサトのこと。A、マサトのこと。B、昨晩の妙な気配。C、あの妙な味のことだ。まあ、マサトは気になるけど、B か C だよな。あの、まあ B かな。昨晩の妙な気配だ。 あの身元に感じた息遣いは紛れもなく現実のものだった耳の奥にこびりつくような女の声が忘れられないあここでも鳴るのやめてほしいねかすれた声で何かを問いかけていた思い出したくないきっと悪い夢だったんだあ目の前のベンチにスーツ姿の男がゆったりと腰を下ろしていたあ <laughs> そんなバカなな信じられないえ A 死んだ京介がなぜいるんだ B いや京介のはずがない C これは幻覚なのかいや京介なわけないよな B いや京介のはずがない誰かが意図的に京介のふりをしているんだそう考えるしか納得のしようがないだって僕は1年前に彼が車にはねられたところを目撃したんだ 生々しくあの日の光景が僕の脳裏によみがえる。車のブレーキ音。人々の悲鳴。ハクチュームが頭の中を占領する。でもそれは全て終わったことだ。改めてベンチを見た。ああ、いや、よかった、いなかった。いや、音怖いな、これ。すると、そこには誰も座っていなかった。えまた慌てて周囲を見渡す。 京介らしき男は校舎の方へと歩いていた、あいるんかい。こうなったら追いかけて確か,め確かめるしかない。男に向かって駆け出そうとしたその時だ。ひろき、これこれ。すぐ後ろに家族が立っていた。反射的にバスケットを受け取ってしまった。だが京介らしき男のことが気にかかる。いや、どうでもいい。今はそんな話に付き合っている場合ではない、申し訳ないが。ねえ アスカなんだけど、他に好きな人とかできたりしてないよね。ごめん、ちょっと急いでるんだ。悩んでいる家族には悪いけど、今はそれどころではないのだ。このままでは完全に彼を見失ってしまう。何か知ってるの知らないよ。本当、悪いけど、これ。僕はバスケットを家族に返そうとした。それ、あげる。彼女は後ろを向いて歩き出した。 仕方なくベンチに置いたメンヘラも極まってますよね返事を待たずに彼女は再び歩き出した彼女の様子が気になるだが今はあの男の方が先だそうだね再び急いで彼を追いかけたしかしもうどこにも姿を見つけることはできなかった数子め 僕は気分を変えようと学食に行くことにしたいつものように学食はにぎわっているラーメンをカウンターで受け取ってテーブルにつくなんだか気分が落ち着かない大好物のはずのラーメンを前にしてもあまり食欲が湧いてこなかったそれでもずるずると麺をすろおうとして食器を抑さえた暑い一旦指から器を離し何気なく窓の外を見た あいた間宮京介だ。京介か、京介らしきものか。椅子を蹴倒し、僕は立ち上がったラーメンもったいない。テーブルがゆえ、ラーメンの汁がこぼれたが、そんなこと知ったことじゃない。学食を勢いよく飛び出して、京介の歩いていった方向へとひた走る。正体をはっきりさせてやる。僕は全力で、シャニムに走った。 しかしたった今まで京介がいた場所にはもう誰もいなかったどうするこのことをまなみに話すべきなのだろうかいや話すべきではない一体なんて説明するのだ京介に会ったとでも言うのかあまりにバカげているせっかく元気になってきたまなみをまた混乱させてどうするのだ京介は死んだんださっきの京介は他人の空にに違いない

おなんか今部室に来たんですがなんか言ってますね言ってから後悔したいくらなみの様子が明るいからって自分から京介のことを持ち出してどうするよく分かったねうん愛美は嬉しそうにしながら携帯を取り出した携帯の液晶画面には受信メールが表示されているもうちょっとしたら君に会えると思う私を信じて待っていてほしい 発信者は KM「からないマミヤ京介」やんか愛美はまるで幼女のようにはにかみながらクスクスと笑った KM ようやく僕は気づいた KM とは京介マミヤのことではないか京介マミヤ途端に背中におかんが走ったやっぱり京介は本当に生きているのか かかった介さんからなの、ま、マナミは満面の笑みを浮かべている。いや、それでも信じることができない。だいたい本当に京介が生きているのなら、なぜイニシャルでメールを送るのだ確かにね、何かがおかしい。僕やマナミを陥れようという何者かの意思を感じる。マナミ、分かってると思うけど、彼はもう。ちょっと身を隠していたのね <laughs> でもそれも終わりみたい。 わあ夢見るように彼方を見つめて微笑むあ,あもうもうダメだこうなったらもうねどうしようもないよこっちからの語りかけじゃもう何をどう言ったらいいのかわからなかった部室に入ってきたのは青白い顔青い顔をしたケンゴだったどうしたんだよマサトが死んだでィ嘘だろビルの屋上から体に火をつけて飛び降りたらしい はい。まあ、ちょっとね、同じ展開ではあるんですが、一旦ここで切りたいと思いますが、まあ、何より今回違うのは、京介が出てきてるってところだね。はい。ということでまた次回お会いしましょう。プライムが喋ってました。バイバイ。